ドクター林の健康ゲラゲラクリニック、えー、皆さんこんばんはドクター林です、えー、今日は9月9日もう9月もだんだん半ばに近づいてまいりましたねもう おも残暑も終わりって感じですがねでもねやっぱりまだまだどうなるかわからないというようなね今年の天候ですからね、えー、暑くなりそうな気もしますよね。まあ、夏の病気っていうといろいろ話してきましたやっぱり一番多かったのは熱中症ですよね。えーまあ、熱中症で、まあ、その病院が暑くてクル気が壊れてたから5人ぐらい死んじゃったとかなんとかいう話もありましたけれどもね。 えー、中には年寄りの暑いの好きな人もいる,いるからとかなんて理事長が言ってましたけどねまあ,あのその熱中症がもちろん、えー、一番多かったわけですしお年寄りの方は、まあ、水分をたくさん取りましょうとかね、えー、いう話をしてきました、えーまあなあのー、やっぱり体がだるかったりなんかこう食欲がなくなったりということでの人はみんな熱中症だったろうというふうに思いますけれどもこの 秋口になってですねやっぱりちょっといろいろ気をつけなきゃいけないのは、えー、高齢者の方は実は肺炎なんですね、えー、普通の肺炎っていうとね、えー、咳が出て熱高い熱が出て、えー、病院に行ったら影があるよって言われたってうそういうパターンが一番多いんですけども高齢者の肺炎っていうのはです、ね、ただ食欲がないとか何となく元気がないとかそういうぐらいでねそういうことしか起こらない熱が出ないそういうところが特徴なんですね。 ですからもう3日間ぐらい全くこの人は食用がないみたいだな元気がないようだなというふうに続いたら一応肺炎を考えてて病院に連れ行かななきゃダメなんですね、えーまああの,肺炎の原因というのは、まあ、いろいろそれもありますけどもねそういう菌が流行っていればその肺炎の可能性も考えますけどもね、えー、実はあんまり何も流行ってなくても肺炎を起こすとてどういうことかと言いますとね実はその口の中にある細菌が 喉を通ってご縁ご縁って言いますけどね、えー、そのむ,せむせたりなんかするように気道の中に入ってくるそれで、えー、そこから肺に入,入り込んじゃって、えー、肺炎を起こすことが多いんでね実はもうそういうことで口の中をきれいにするということがね実は大事なんですね、えー、歯磨きだけじゃないんですね普段からもうとにかくあー歯の中を口の中を清潔にしておくという人がそれが肺炎の予防になるということですね。 えー、ということでまず、まあ、このあまだまだ暑い,いと思われるようなこの秋口ですけどね、えー、一曲聴いて、えー、まずいただきたいと思います今日はね今日はまあ一曲目松任谷由実さんの「残暑」という歌を弾いていただきましょうはいえーね、残暑やっぱり暑そうですね今年もね <laughs> ということで 毎回楽しいゲストをお招きしていろいろ話を伺っていますこの健康ゲラゲラクリニックですけどね、えー、今日のお客様はもう5度目ぐらいですかねもうこの回数一番多いんじゃないかと思いますけどね、えーえー、元ー相撲取り、えー、元プロレスラーね <laughs> 元いろいろなメッセージっなんとかっていっぱいつきますけどね結局は、まあ、安田忠夫さん登場ですはいいよろししくお願いします。 あどうもしてます皆さんいや先生がなかなか呼んでくれないんでそうですねはいそうそうそうなかなか話題を提供してくれる何かあったらしくじりがあったらよぼすぎ読もい思うと思ってたんだけどなかなかしくじ入らないもんだから今まだちょっとしくじらないですね今の仕事はちょっと俺に向いてるのかもしれないえ<ん> <laughs> 今の仕事は何,って何やってるんですか一体っっ <laughs> 何やってるんですか今何ですぐあれっ警備員です、ね 警備、はい、え。だって警備員ってあれですよ。やっぱりなんていうかあの清廉潔白なさ。<あ> <laughs> ね、いやいやそれです。それ仕事場は真面目ですから僕<ー>、はい。はいはい。よく良かったですね。雇われて。まあよかったですね。ねまあ会社は <laughs> <も>あの三流のブラック企業ですけど大丈夫ですよ。なんか今あのその業界忙しいみたいなんでなんか仕事がいっぱいあるみたいですよ。ああ<ー>。はい、えもう何年ぐらいやってるそれは。は もう一年ちょっとやってますね。ええ、知らなかった、全然。いやこれ飯食うためには、何でもやらないとい。そうなんですか。はい、ええー、それも真面目に働いて。いるわけですね。はい、ええー、で、そのブラック業って言ってたけど、なんかこのあれですか。なんか、どういう待遇がすごく悪いとか。<laughs> 安田さん、こき使うとか。<で>ね。あ、ね、の。何が気に入られ,<の>入られて、ブラックだと言ってるんですか。いや、言葉遣いとか、そういうのですよね。あ。 その会社の人がもう会社の事務員とかがバカすぎて腹立ちますもん。<え>いやもう一応あの親族系の会社なんで、ね、やっぱりらお父さんがもし社長だとお父さんのところにいればいいんですけど、うん、そこじゃないんでね。うんうん、違うところにいるから。んか待遇が悪い。 しかも出来が悪いそこの社員は全員。言っちゃ悪いですけどね警備にしたカットででなないすか問題りだってやられてることを素直に言ってるんだからお前らお前心入れ直せよとかまずいくらはっきり言ってほら人工仕事っていうんですか結局僕らも仕事をもらってるけど。 あのちゃんと仕事をしてきてるからお金をもらってるわけじゃないですお前ら働かしてやるって言るとか、うん、そ,のそういうことをしちゃいけないですよねそういうこと言うんですよ先生<ー>だってほはこの間も先生にあのちょっと入院したんじゃないですか。うん、あそうですよくなりましたね そしたら、あの、長い時間働いてるからだとかね。あ、病院で言われるわけね。あ、事務員に。事務員に言われるの、会社の。はい。長い時間働いてる。長い時間働いて、何バカなこと言ってんだよって、あの労災はって、ちょっと言ったら。ああ。でも、あるはずないじゃない。って。言われる会社。ですなるほどね。いや、だから、あの。ね、話ちょっと戻るんですけど、いくら、ほら、仕事を与えてあげてるとか。うん。 それでもそれは言っちゃいけない言葉でしょ、うん、まあそれはそうですねだご苦労様いってらっしゃいけど言っとけいいのに別に そういうこと平気でんで。安田さんだけで言ってるわけじゃなくて、みんなに言ってると。じ俺に言うってことは他の人間にも言ってるってことでしょ <laughs> 人見て言うんですよ。<laughs> で、で、俺なんかほら、もうそ、ん、こが悪くて、あの借金だらけみたいな。うん、イメージが非常に、イメージが非常に強いんで。なんか、あの、あ<ー>そういう目で見られるんですよ。<ー>で、全然ね、あの平気で仕事をすっぽかすような人をね。うん、何何さんとかですね、大事にしてるんですよ。 あの一般の常識じゃありえないなんていうんですか。ドタキャンとかないじゃないですか。俺遅刻もなきゃなんもないんですよ。前借りなし。前借りばっかり。いやそれがいやいやだからいやだから先生それは結局俺も言われたぞ仲間と一緒に働いてる人にまああのうちの会社は適当だけどよ金払いだけはいいからよこれが出なくなったら終わりだようちもって言ってますから出てる間は行きますよ。でしょ。まあパワハラにあって。 ると、ね。いや、パワー今の、くそ、くそばばにいじめられてますよ、本当。で、一回、うつ、あの、労働基準局ってのうの、い,いたの。行きましたよ。そこは違いがありましたね。ね先生が言ったんじゃないですか。先生が言ってこい、言っ,ってこいって言うから。行ったわけですよ。そ、うん、ね。そしたら、あれですよ。あの。なんすか、最初に、行ったら、なんか、あの。まあ、江東区、亀戸に行ったら、なんか、違うとこだったんで。 区 <laughs> が違うからそっち行ってくれって言われてああ行ったら行ったでそ,のそ,いそこの受付のやつが。 なんかあ,のあんたね能力によってそれはお金は違うんだからたった声援のために訴えるのとか言い出しやがらってそっくそじじが、うんうん、で周りの人に相談したらとにかく丁寧で行けって言うから丁寧に言ったんですさすがに声援のために訴えるのかって言われた瞬間「てめえごめんやろ」ってって「じじい」って「うんうん、お前その声援がねえからお前来てんだよバカ野郎」って言ったんですよ。 でもういいよ帰るって帰ってたんですけど <laughs> これじゃブラック企業なんかなくなるはずねえなと思いまして<ー>ひどいなこの行政のやつらってお,<ー>お前らこの野郎税金で食ってるくせに<ー>そうですだから入院したおかげですよ入院費と税金その後行ったの安じゃなの,労災の男に <laughs> いやそれはあのほら4月頃ですけどね俺あのなんか契約書が来たら非常に安いあの安いなんかよく,よくよく聞いたらあのなんかあのご老人の70歳以上の契約をさせられたみたいですなんかあのまあだから1年って言いながらも有給が発生するぐらい働いてたんで有給休暇全部使ったらその老人扱いになってますそうやって言えばいいのに そういういこと言えないもんだからあの安田さんは能力が劣るだとかね <laughs> そういうこと警備員に能力なんかねえだろバカ野郎立ってるだけなんだからよって俺は思ったんですけど何、うんうん、かあるんだやっぱり能力が <laughs> いやもうとにかくその,がそのババアに嫌われてるみたいです俺は<ー>でもそういうのを社員に置いてる時点でもう三流ですようちの会社は。 でも、結末ってやめることはできないと。いや、だって、お金が。食うため、いや、だって、そこにいれば、飯は食えるわけですから。先生にご迷惑かけなくて済むわけですから。で、そうやってやってたら、ほら、今、あの、入院と税金が。ポンポンと来ちゃって。また借金生活ですよ。入院費と。入院費とは、すず、すが。そしたら、あの、なんか、ほら、去年の税金。それとそれと。 ほら結局入院してる間は働けないからそれだけじゃないでしょそんなここのところはね,はね <laughs> ついついここ1年ぐらいはそんなもんですよそうそうなんで本当にあのー、昔のようなイメージなくなってきてるからんさん、ね、あ,りま,あんまりね人に迷惑もかけずに生きてるじゃない、うん、生きてるじゃないですかいやあの頃は分かったんですよ、うん でもまあいろんな仕事してきました、ね。してきたね安田さん本当にもう一つだけたら時間もかかるけど、はい、思い出してみようよ。<laughs> ねまず、えー、エアーやきにくをした後にあありましたねそういうことあ,、はい、あの後にパチンコ屋さんに就職ですよね。じゃああの時から安田さん不動産出時からさ。 もう僕は事務仕事がしたいしんかまともな仕事がしたいって言ってたじゃない事務の仕事でいいからもう蹴るよ20万円もらえればもう十分ですからもうやりたいやりたいって言ってなんか机の仕事がで,で,できたんだけど電話一本でね<理>机に座る仕事があったじゃないですかそれは無理無理でホールに出,出かけてたいとか言ったら全然動けないから <laughs> あの上の人に「何々片付けてください」って言ったら「できません」とか平気で言っちゃうという <laughs> 大概クになりますよね、うん でそうだ,だからそれは俺は言ったのさあの今言ってほらパチンコなんかほら必勝法みたいなやつのさあパチンコ詐欺うんそれ一週間しかやってないですよ、ね、<laughs> 詐欺だからああそう。はい、でも給料高かったですよ電話番してるだけで,でうん、うんはい、そうだろだからそれは詐欺だったんだ はだからすぐやめましたね。さっの片棒かとことしたってこと。まあそれはいや。でストで本当はパチンコにも行ったじゃないですか。ううう行きました。新潟かな。ああ行きましたね。そこでも一年ぐらいいたんでしょう。え一年じゃないです。あの七ヶ月です。ホールは三ヶ月しかいないそうだよな。あそこも立ってたし。立ちは立ったらね。立仕事。立仕事の時やってますね。立ってる仕事は。でそれから帰ってきて。 あの石沢君とこですよ。ああ、養豚場に行って、あの岩手県の。豚小屋です。豚小屋ね。うん、本当に豚小屋でした。豚可愛いっつったじゃん。いや、可愛かったですよね、ま世話して、あ、よくやってるな汚い寒いとこでさ。ね。いや、よく、今思えば、よくやりましたよ。本当ね。いや、でもね、先生、え、小豚可愛いですよ。こんなもんですから。ああ。生まれた時はね、あの。本当に、これぐらいですけど。 でもあの、そういう生き物のところはに行くとなんかあの生きてるものは死ぬみたいな感覚すごいできちゃって、うん、人の葬式とか俺行かないですもんね当然<ー>みんな死ぬんだからっだって毎日死ぬ,<ー>死,ぬ死ぬわけじゃないですか<ー>豚が。中にはこう,なん,かこうなん,かなんていうのハイジャックブリーカーみたいな格好して <laughs> <laughs> あそれはもう売り物にならないやつをですね <laughs> あの締めてそういうこともやったわけじゃないですかそういうこともやりましたね,ねでもそれはだって1週間にに回あるかかかかないいでですすら月ぐ <laughs> そういうことはそこで1年半ぐらいだんだけ、うん あそこ一年7か月一年何のあの寒いんだけど町に出るまで一時間かかるんでしょタ車に乗って一時,時間って言ってたらパチンコ屋行くまで一時間って言って三十分三十分で行ける歩いたら二時間ああ、でそういうところでよく暮らしてさ、ね、よくよくやってましたよね給料一日六千円ぐらいだからに偉いなと思ったさあの時の間さタクシータクシーであの町まで行ったら片道二千五百円ああ<ー> <laughs> よくやってましたよね,ねよくやってそれではい。ええー そうかそっから引退興をしたっていうんだねそっから帰ってきて引退でしたっけそうでしょ引退興行やってそれでまたトラブル起こしてはいトラブル起こしてないでしょ俺は何にもしてないんですけど俺はちゃんとあの時はちゃんと3試合もしたじゃないですか俺言うとりのことしてくれないと今ねでブラジル行くはずがカンボジアに行ってしまったと それだからブラジルでちゃんとした相撲を教えて向こうまで教えてね日のため人のためにやろうよやってくださいっていう話からそれがでやんなくてそれでカンボジア自分で行っちゃったんでしょなんか向こうでいい話があるからカジノの8か月プラクラプラクラ給料も出ないままでも,でもあのカンボジアの時は楽しかったですよね100円から爆打できますからね。あ カジノで100円ぐららいから貼れますもん50円ぐらいから貼れたんじゃなでちょっとは例えばほら今カジノ法案って通って、はい、日本でもカジノがトップとしてでもできるようになったできるじゃないですか、はいはい、ねああいうのできるとど,どんなふうに思います安田さんなんかいやだから無理でしょって俺は思いますけどだってあのカジノの中は要するに全部非合法っていうか、うん、あの何でも許されるわけじゃないですか、うんうん、売春から麻薬から何からって。 そうのそうですだね。でもありますよあ,そうだであと結局ねあのパチンコ屋さんがどうのってみんな言ってるけど、うん、結局パチンコ屋さんはどんなお金持ちが先生が行っても一発4円だし俺が買っても4円ですけど、うんうん、あのカジノの場合はそれはあの俺みたいにそれこそねカンボジアの汚いカジノでも100円持って遊べる。うん かもしれけどそれが1かもしれないですけど10億持って遊びに来るやつもいるわけじゃないですかあの王子政治の、うんうん、あああたよねあ,たああいう人が1人来れば別に客はゼロでもその人だけで経営は成り立っちゃうんでだからその辺ですよねえでいっぱい行くともう日本人があ,あいところにやっぱりどうなんでしょう行 <laughs> かないないですか,かないないわざわざまあ1回ぐらいは行くんでしょうけど <laughs> そうだよね,ね まあでもね、みんなギャンブル依存症とか言ってますすそうなんでで安田さんもさ本当、まああのこの前出てもらった時に、はい、ギャンブルの話になってあのもうその時に何かこう毅然とした態度ですよ。はい、僕はギャンブルというのはねあの自分のもうアイデンティティであると自分のポリシーとかもうそうなんだからもうそこだけ絶対譲れないと、はい、何が言われても私譲ることできませんって、はい、<laughs> 毅然とした態度を言うから「はい、あこの人はリパタートアンだと。 い,ね、いやだってもうもう俺なんかだって絶対依存症じゃないですか、うんうね、もう一回依存症のあれにカウンセリングにもほら <laughs> あのエア役行くん時行ったんですよ、ね、俺正直 <laughs> そしたら周りはねなんか「ゴルゴ13だ」とか言ってるし「なん <laughs> だこいつ」ってお前 <laughs> 自分の名前ぐらい何か言えようと思ったけどみんなそういうのを隠してみんな言うわけですよ、ね、で私はこう,いうこういう失敗しましたって。 それぐらいだったら可愛い,いなとか思いながら話聞いて俺の順番が来ちゃったんでちょっとその辺の話また後でいくり聞くことにして一曲聞きましょうね安田さんのそうこれ安田さんの主題歌みたいな感じだねあ「俺の借金全部でなんぼや」と歌がありましてね「なんぼや今わ <laughs> かんない <laughs>」<laughs> じゃあそれいきましょう上田正樹さんですね「俺の借金全部でなんぼや」そうなんですよだからその時にだから 安田さんが問題なのは、はい、ねそのギャンブルをやるとか私たちのゃギャンブルをやるとかそういうことはともかくとつですよはい、ギャンブルをや,やって勝っていれば別にそれでいいわけじゃないですか、はい、です負ける前とことん負けるまでやってその尻づくいわっちこっち人にあって何とかたむからそこが問題なわけだって、うん、そうですそうです,うですでしょだからなんでその勝ったどうせ勝つ,勝つ時のたまにはあるわけでしょたまた,たましかどうして負けてばっかりいるのかなってひとつ思うし。 うままいいこと言ったた人がいましたよ誰かだから俺は100万円稼いでも10万円稼いでも一緒、うん、だからあるお金を全部貼った時に <laughs> その勝った負けたが好きなわけですよ。であとはもう爆竹をやってることが楽しい、うんうん、その金をかけてる金額がいくらとかっていうんじゃないですそれが1円であろうが何であろうがそれをやってるは楽しいんですよ、うん。うん だからとことこやらなないい気がつまないわけですいやずっとやってることが楽しいんだよねでねで負けた時に反省するみたいなねなかでだから俺,俺です娘のね旦那がね「いやもうこの人には博打やめろ」とか言うのをやめようって言った言葉があるんですよ、うんうん、俺がなんかね俺がね「<laughs> いやもうね博打がないんだったら、うん、もうじゃんけんでもいいよ」ってじゃんけんで金かけててもそれでも楽しいそうだよね。そうだよね、うん、はい 昔よくね、あのそ、それは相撲時代ですけど、あの、さすがに新幹線の中では博打できないから。はい、あの、四人でこう座って、じゃんけんで、こう、一人勝ちした時だけ、こう、お金が動くみたいなね。<laughs> <laughs> それでやってた時あります。でも、稼いどるでしょう、稼いでるわけでしょう。で、そこでやめないってことね。稼いでる。ずっとやってますから。負けるまで、がとにかく。それが時間が来るまでですから。うん、だから、遅刻しちゃうんですよね。なるほどね。<laughs> ああそういういのはちょっと分かんないけどまあそうなんだろうなだからいつも負けるんだよねそれ負けて負けてまでやけたから、ね、そうそう,そうやってることが楽しいんであ<ー>そうで,、ね、で負けたからって,って別に反省して、うんまあ、反省はしますけど人のせいにはしませんから、うん、僕は、うん、誰々が何したとかそういうことは絶対言いませんが自分が悪いですしません。なるほどね、って思うんですけどそれがちょっと期間を置くとすぐまたもうね その依存症のさ依存症のカウンセリングか何かっていうか、まあ、そのとこ行って、はいえー、みんなこ僕は僕は何々でどういうことやりましたとかそ言うわけでしょそこでどんな治療,治療があるわけやのって。だから要するになんかあの言ったことで救われるそんなバカな話ねえだろって、うん、んなけるんだったら働けよみたいな話ですよ。<laughs> <laughs> だから結局何そんな傷をなめようだってそんなの。 ただ言ってるだけでそうやってね、うん、そうやってまあまあでもね確かにあのー、いい言葉だったのがあったんだから今日今日はやめとこう。うん、でそれで確か俺三ヶ月ぐらいやめたんですよ。<う> <laughs> そしたらパチンコ屋さんが就職決まってその社長がわせ、うん、やっさん好きなんだからやんないよとか言って<笑><笑>爆笑無しれもんねって言われた瞬間 <laughs> 行きますって行けたらもうもうだから最近もうやめるっていう言葉は言わないですも、うん。 博打はずっとやります。うん、<laughs> もとにかく人に迷惑をかけなる <laughs>。そうね。そうね。だからこそ、や、やつさんの。ばく、博打を避難してるわけじゃないんだよですよ、ね。で、それ、人に迷惑かけるから。うん。で、それをかけてしまうのが。博打ですよね。<laughs> <に>はい。そこだよな、やっぱりな。やっぱり、は、うん、あの。歯止めが効いてるうちはいいんですけど、やっぱり効かない日もあるんでね。うん。うん。先生。<laughs> え、<laughs> <ど>今、主に何やってるの?。今は。 ほとんど協定ですかね協定も簡単にあれでできるからねスマホできるからねスマホでできるんだよね。ほとんど毎日がただ働きみたいなそうだよなやってなそれでも損するまでやるわけだからねいやだって最終レース当たらない限りで勝ちにならないですから朝の八時からやりやがって夜の八時でしょ無理だよなんとかねあののそ昔ほら大川慶次郎って予想の人に降臨しないかなと思ってるんですよそれが宝くじ当たらない限りはまだ当分 これ立ってなきゃいけないのかなっていう日々反省してます。タクも買ってんの？いやほら一応ほら毎日あの働けばお金くれますから、買うお金はありますから。い。でもちゃんと働いてるからねそいうクシもできるし。まあまああのね別に先生飯食わせてってあんまり言わなくて済むじゃないですか。飯食えないよっていう言葉はないんで。おかげさまで。はい。 <laughs> あのブラック企業ですけど三流の警備会社ですけど、うん、そのおかげでなんとか、うん、その範囲で遊んでますよ。感謝しなきゃいけないじゃないで今とりあえず立ってる仕事をしてるわけじゃないですか、はい、ね。それでえー、いやだから点々っついて言ったんだよその前カンボジア行ってカンボジア行って帰ってきて帰ってきて飲み屋の呼そう呼び込みやってたやって。 また話飛んでますけど、うん、まあ、呼び込みやって、<laughs> 呼び込みをやめたときに、あれですよ、介護ですよ。すごいことやってたな、ね、介護は尊い仕事やってたんですよ、安さん。いやいやいや、だから介護は、だって、全然平気ですよ。あの、だって、やったことないのは、<laughs> あの、下の世話だけですもん。うん、あ、それ、それやったんでしょう。いや、だから、だから、かやってるときに、教えてもらって、ちゃんとやりましたよ。だから、ほら、今までの人生の中で、あの、うん、あの。 やっったたことないのは下の世話だったんでそれだけですよ、うん、あとはだってあの介護ってだってあのねあのお風呂の日とか行ったら風呂入れてるだけで一日終わっちゃうんですからあ<ー>でねあの、うん、その施設に入ってるおじいちゃんおばあちゃんお風呂入れるから喜んで笑顔はくれるしそ<ー>んな楽しい仕事ないですよね。うあなん何も資格なくてできる一応少しで勉強したのなんか。 勉強と試験は受けたことないですから <laughs> まま要は。見まままねで言われるままにやってみ教わって最初に、えーでこう「ちょっとこれできないんですけど」とかやっぱりちゃんと教えてくれる人は教えてくれるじゃないですか、うん、こういうふうにするんだよとか、えー、まあでもほらあのはったりというかあの、うん、やっぱりあの。 大きいから、おじいちゃん、おばあちゃんがもう安心する。あまあ、そうだよね、それなんか特にそうだな。じゃないですか、やっぱり、あの、ちっちゃい人が、何何さんって言っても、やっぱり。持ってくれるのかなっていう不安はあるけど、うん、俺みたいなでかいやつが来たら、あ、持っていく、大丈夫だっていうのが、先に来るから。何もしないんです、俺。うん、ただ、添えてるだけです。うん、で、来てくれるんで。なるほど。だ、そういう面では、すごい、結構楽しかったんですよ、ね。楽しかった。でも、給料安かったですけど、ね。ああ。それが原因だったの、やめたな。 いやいや、それは確かあれですよ。そんで。なんかあの。焼肉屋さんの店長やらないかって話が来たのに、なんかポシャって。それでタイに行ったんですよ、うん。そあ、え、それからタイに行ったの。そう,そうそうそう。あ、そうか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 。はい。で、タイも、タイ、タイ。 タイでやる、焼肉店長ってたの。日本でしょ日本で、日本で。いや、カジノなんとかって、それはカンプチの話。それはカンプチの話。たいでね。いろいろ、いろいろ、やめたと経験してます。から安田さんが不思議だのさ、本当にさ、必ず誰かがさ。真ん中で助けてくれてるじゃん。俺それだけもう人徳だと思いますよ。いや、本当そう思わないね。いや、まあ、いっつも大変な話は、話は回ってきちゃった。ね。いや、いや、先生の。 それは本当にそういうのにでも大したもんだっ本当そうが重いよ本当におかげさまでそれでタイに行ってちょっと最初は思いあれもいい思いしてたじゃないしばらくはい最初はね <え S 2> スポンサーがあの元気な時は <laughs> そうだよね <はい S 1> 今もしててあれ1年ぐらいいたの最初1年半 1> 1年あ,あそっからいいたんだ最初1年半いてで半年戻ってきてプロレスかなんかさ指導するとか何とか話がまま出てくるんだけどこう進まないまま 終わったですね。倍なんかプロレスなんかないないでしょ。いやでも無体がある。めたいがあるからめタいまあそうだな。ですよね。受けないですよ。やっあの国技みたいな感じでム無体があるんまあ一回しか見に行ってないですけど。なるほどね。それで日本に帰ってきて今度は飛びかなんかやったんでしょう。一回だから鉄骨飛びやってで無理と思ってまたタイに逃げたんですよ。あそうです。一年八日半ぐらい。 今度行っったたら貧乏生活だ耐えられなくて日本に帰ってた。で呼び込みをしながら警備会社にいたんだ。で今は途中からも警備会社一本なんです。だから何度かで1年っつたけど2年ぐらいやってるんですよもう。履歴書を書くとき大変だね安田さんなんかいっぱい書くのだった。 ないでしょ最初はだって相撲とプロレスでしょであとはあのまさかパチンコ詐欺はかけないでしょ <laughs> <laughs> だからねあれですよね、えーで。立ってる仕事多いねやっぱね。<laughs> 呼び込みなんかずっとあれはもう雨降るまあガードマンも雨降ると嫌、ね、ですけどね。 でもやっぱりさすごい普通はさ足腰弱っちゃうからだんだん立てなくなってくるけどいや俺はかなり弱った、ね、からし,しっかりしてると思うよなんださいやおかげなのね,ねえもう<ー>先生のおかげですよいや本当ないけどさいや本当に足腰しっかりしてるし今,今で相撲やられってはできるでしょ無理,相撲無理プロレスはできるでしょ無理 <laughs> プロレスができそうだな。なんか、いや、じゃ、そういうことを、やっぱ、みんな期待してるわけで。はいはい、プロレスを、やってほしいと思ってるんさ。いや、俺としては、あれですよ、宝くじ当たるから、その、小川慶次郎が降臨してもう。うん、どっか、隠れて、過ごしたいです。こういうラジオにも、来ないで。全然。<laughs> 口は、こぼさなくていいようにね。はい、そうなんだ。はい、じゃ、あもう一曲、いきますか。ね。 あ、そうそうこんな歌ですよ安田さんはいところジョージのギャンブル競争曲。こんな歌あるんですかあるんですよ安田さんのためにじゃ聞いてみましょう <laughs> ドクター林の健康ゲラゲラクリニック えー、だから本当にね、優質サイその少子だけじゃなくて、健健康そのものじゃないですか。なんかいくつになっても完全変わらないで体形も変わらないし、これどうですか。例えば本当にそのた食べ物だって決していいもの食べてるとは思わないし、<laughs> ね、思わないのにそれだけなんか元調な体をしてるっつのは生まれつきのものなんですかね。<や>ね親に感謝です。そうですね。も両方りを止めませんけど、<ー> <laughs> 介護くらいしてあげだったでしょ。いやいや,はや、うち両方も早かったから、な、そ一切そういう あれないですよだからさせっかく介護の技術を覚えたんだから親に介護暮らしていやもう忘れちゃいましたよ先生都合の悪いことは忘れることにしますいやでも先生入院するとやっぱり答えますねきついそうだねだから飯があれじゃ足りないでしょ入院の飯はさいやだって1週間で退院してましたもんお金ないしお金ないそれは治ったら退院したんだろ もう,もう3日間何も食べずに天敵ああだけ全然変わってない体形も変わらずていやいや体形ちゃんと1 0ロあその前に1 0ロ痩せてたんでその後五5キロぐらい痩せてたんですよその5キロは戻っちゃいましたけど、はい、だけどさどうですか安田さん本当にその、あのー、ギャンブル依存症のね、はい、人に対して、まあなたはギャンブル依存症だと思うけども、はい、やっぱり何とかして。 なきゃいけないと思う人はいっぱいいるわけですよ立ちなんなきゃいけないと思ってる人は、はい、諦めることですね <laughs> 過去は振り返っても何も残りませんから <laughs>、うん、もうこれからは毎日真面目にコツコツそコツコツが一番難しいんですよコツコツ難しいってまた何かの時何がきっかけでそういうのあれなのだ,からだいたいほらギャンブル好きだからやってるうちに止まらなくなっちゃうでしょ うん、でもだからめようと思ってタバコと同じさやめようとみんな決心をするわけですよ。はい、で何がまた途中でき,きっかけでやり始めるんだろうね。いや俺はでも俺やめるって言ってないですからね。<laughs> やり続けるって言ってだからやめたいっていう人の気持ちだから、えー、な俺の場合ほらギャンブル取っちゃったら何も残んないじゃないですか確かにでしょ借、うん、借金残る借金 さっでもその誰か全然みんな覚えてないから、な <laughs> <laughs> みんな覚えて、覚えてなくてさ、<laughs> 大丈夫。ね、あの出るとこ出てどうのっていうあれはないからそうだね。訴えるなら訴えて,てみろそうだ、ね。タワルモはないからさ <laughs>、ね。らギャンブル、宝くじも本当当ててほしいよ。<laughs> はい、任してください。ね、<laughs> <laughs> 当たら。だからそうか、ギャンブル損勝に対してもやささんなんかアドバイスいいアドバイスもないわけですね。自分がそうだから。 いまだ,だにギャ,ギ,ャギャンブル依存症ですもんねだからさ <laughs> だからそれでもそれでもって <laughs> いやでもね今日一日っていう言葉はいいなって今日一日やめとこうと思ったらああ何気に一日ぐらいはやめれるじゃないですか,、うんうん、かそれがね3日続きいったらねだからあれと一緒ですあのベンチプレスとああ我慢してほら3日間ぐらいやってるとちょっと筋肉張ってああ 1>, 1週間ぐらいやってるとなんかお変わったかなみたいなあ,あ,あれですよ そうだからさ俺そうギャンブルじゃちょっと分かんないんだけど、はいあのー、タバコなんかはね、はい、もう自分でもよく思うんだけどさ一、はい、日だったらやめられると思うんだよ一日だけだったらタバコですかうん、うん、僕は無理でしょそれはやめようって聞かないからさや、はい、めようと思ってる人間はいやでもこの間間入院したしたた時週ほやめまよだか,だからさやめられるわけじゃないですかね、はい、それはだから。 だからどんな人でも入院しなくたって1日ぐらいならさ俺はやめようと思ってればもうやめなきゃなと思ったらやめられるわけじゃない1日だけだったら。ですかね俺は出た瞬間すぐコンビニ始め,ましたよ,やめようと思ってないからな <laughs> いやだってあのなんかあのあウレゃつ先生あの最初になんかもう荷物検査じゃないけど全部出させられて。うん 「あとから出てきたら大変ですから」とか言われたから全部出しちゃって「うん、で会計済む金ないからすみませんつけて」って言おうと思ったらずっと待たされててもう我慢できないと思って走ってコンビニに行って吸ってましたからねうんそれは別にいいんだけど、はい、<laughs> だから、はい、まあ確かに1日ぐらいやったら我慢は、ね、<laughs> それはやめようと気,気のない人は全然それはしょうがないけど。はい めめようと思ってる人間は日ららいやそれでそれ一生やめようと思うからやめられないんだよ。それがプレッシャーなんですう,う,う,う。だからもう絶対していけないと思うのがプレッシャーなんで。一、はい、日だけだったらやめようと思って一日経ったら吸おうと、はいね。吸ってもいいやと。そしたら一日経ったら吸えばいいわけで。確,確かに、ね。ほんで今度はまたそのうちあやっぱりやめなきゃなってみんな思い出すわけだよ。はい、そうするとじゃあ一日この前やめたから今度は3日でやめてみようかとそういう意思を持ってやめれば今度頑張れるんだよ。 三日間ぐらいは。でそこで一生やめると思うから辛いわけでできないわけだってね。だからギャンブルももしかしたらね一日だけやめようともできるですよ。そうそう。まあスマホも閉じてさつう閉じてます。あのだってないときはできないんですから。そう。どうしてその時はそのタバコじゃないけど手持ちブラザになってさ。どうどうすんのその時はどこブらブらすんだ。寝てます。だろ。は寝てればいいわけだよ。はい。ね。 なかなかね。だ結局そうやっていや俺ね最近つまあ、ちょっとまた飛んじゃうかもしれないですけど、あのお金貯められる人が羨ましくてしょうがないですよね。うん、ありゃあれだけ使わない気が済まないみたいなね、うん、このバカな性格どうしようと思って。うん、いやだって俺結構ハードな仕事しながら稼いでますよ。稼いでしょ。<laughs> <生> <laughs> 本当ですかえさつぶもう確かにだって一日十五時間まで経ってますからね。うん 稼いでんだ立ってはいないけど立ってるのは10時間ぐらいですけど15時間ぐらい拘束されてますからね<ー>、はい、すごいねじゃあ稼ぐよねでもあれですよ、ね、給料にしたらコンビニの店員より安いですよそれだから毎回 <laughs> するからでしょいやだからあのもらってる一日そうなのはいコンビニのコンビニであの深夜だったらだって1500円とかもらってるでしょあ、はいそんなもんなの,日あの コンビニのあの昼間のおばちゃんのパートより安いですよ。あ、そうなん。この間セブンイレブンの募集見たら。何これ。時給に時給にするとそうなんだ。安いん。安いですよ。まあ、でもまあ、十五時間働いてますからね。まだ。うん、それがもし千円としたって、まあ、一応。それなりのお金はもらってるで、ね。でしょ、一日十分。余るじゃないですか。一日暮らしてます。なん <laughs> ですよね。ええうん、で、それを博打しなきゃいいのに。うん それを取ってお金の取るんかやらざるや,やらなきゃいけない気になるわけあったらやらないといけないだろうみたいになっちゃうんですね。う あ <laughs> って増やせ、まあ、だからあったらやらなきゃいけないだろうと思う日もあればもう今日はこれを増やそうとか、はい、だからそれはほら安田さんお金もらうじゃないですか、ねはいね、給料もらったら、はい、まずこ,のこれは、まあ、宿代とかさいろいろお金が出るじゃないですか、はい、出費そこにあこれは借金の返済代とそれをちょっと入れとけば。 い,いわける残るお金を好きに使っていいわけですよ。ね、嘘ざさん、残、残らないじゃないですか。<laughs> <laughs> 借金の返済分で抜いて。それだから。いや、だから、<laughs> 借金を返すためには、この残ったやつで勝負しなきゃいかんだろう。<laughs> って思うわけですよね。<laughs> それがキャンプに依存症じゃないんですか、先生。そうだな。そう考えるのがね。 そうそういうふういににすぐそっちしか楽なな方方楽にしかか,かない <laughs> 楽して稼ごうとかね<ー>そしたらねいやあれ残しときゃとかっていや思いますよねだって思いますもんだって今働いてて <laughs> あ,のあの試合のギャラ残してたら <laughs> ねえこんなバカみたいに立ってなくていいのにって思,<ー>思って立ってる時もありますよ。あ,あの時のどうしたんですかあのバンナに勝った時のギャラは。 あれも前借りし、なるまでもいやでもほらね最近ほらよく言ってますけどほら長田優二よりも安かったですからねギャラあ<ー>。ああ、それないっすよね。長田 <laughs> そう言ってますよ。<laughs> いやいやいやそれは関係ないでしょだいやでもほらあの当時ほら先生ほらプロレスのほら番付で行くとほら長田選手の方が上だったじゃないですか、うん。ね。 <laughs> 会社い, <laughs> いやだからほら会今言ってるほら警備会社もほら三流だから <laughs> オリンピックなくなったら多分終わりですから<ー>だって人を人と思わないのはそれはしょうがないけど、うん、もうちょいちゃんとせよみたいな <laughs> <laughs> まず言葉遣いを <laughs> 言葉遣いをしゃべれないやつが社員で言えること自体終わりだろってるやつが、ね。うん あの誰々っていうとそいつどっかの現場で失敗して、うん、現場入れないやつがそういうことをやってるんですから <laughs> もうその時点で終わってますよ。であのガードマンにあのそういう警備員にその能力とかそういうのがないんで、うん、だからど,どんなバカがいようが、うん、俺みたいなアホが立ってようが、うん、いいかどうかですから、ねうん、まあ何、ね、かあの、ね、多少資格持ってるとなんか手当とかそういうのがつくらしいですけど。うんうんあ いいんですかこんな話飛び飛びそうそう全然 <laughs> 警,警備会社に<生>警備の資格がいろいろあるわけあるみたいですからだから俺は先生言ってるじゃないですか、うん、試験はこうこう生まれてこの方は受けたことないって <laughs> 受けたことないのないですよだってあのだから質問の時はあのね今の理,理事長が俺に言ってたんですから、うん、あの豊富富さんが、うん、俺にあの「おい,い,っ,いってよ」ってあのんだ 車の免許を取りに行ったらなんか発表されるのにピカ,ピカ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 って光るのがもうすごい緊張したって言ってましたあなるほどだって中学入試もやってないでしょでねもうだってあの当時はあのスモークが身長と体重があればオケーでしたからね、うん、僕らの時代は、うんうん、でプロレスだって テストって簡単なばかりのテストでしょ、うんうん、就職試験なんて、大体まともに受けたことないですからね。そういう結果が出てきて、何点とかいうテスト受けたことないんで、俺。うん、ああ。だから、非常に <laughs>。それに、そんななんか、免許取れよみたいなこと言われても、無理。はい、<laughs> そうじゃなくても、最近、自分でも、あの。なんか、こう。あれ。っていう、わ、物忘れ激しいしみたいな。な <で>うん、タイ行ったた時もも思いましたもん、うん、タイ語 10, 10個覚えるともう新しく入った1個忘れちゃったりとかね、うん、もうそんなばっかりですもんバカだわ特にほら最近よくないのがもう,あのもうス,マスマホに依存してるからもう番号すら覚えないでしょだからもうかなりバカになってますでこれからどうしますかこれからなんかいいことないですかねえねえ、まあ、ただ今の警備会社も今年いっぱいなんでしょ 今年いっぱいってことないですけどやめたいんです、ね。あ、やめたいってことか。やめて、はい、やめる時です。やっぱりなんか仕事を探してからやめるわけでしょう。たいなと思うんです。今まではほら、うん、行き当たりばったりでやってます、ね、あまあそうだよね。でもこれ、はい、まあなん,なんか誰かまた出てきてさ、誰かお仕事いい話がありましたらあの。お手紙お待ちしてます。<laughs> <laughs> 面白がってさね先生おいでよとかいうのがいる。<laughs> 最初の頃はみんな言われるんだ。<laughs> <laughs> そのうち邪魔にされるだけですよね。<laughs> ううもうそれも寂しいね。<laughs> でもほら、今はほら、一応振られた仕事に行ってりゃ、お金もらえますからね。うんうん でも逆ららっってばかかりいるからなんかだから入院して戻ろうと思ったらあの俺をそこの今行ってる現場に入れないみたいにそのバ,カなバカな会社のやつが言いやがってでまあ,まあ周りの人が頼んでくれてまあ何とか入れましたけどまあいかんせみんなが行きたがらないような現場に行ってますからね1日15時間ですよだって普通の生活してるより働いてるところにいる方が多いんですよ。そうういい人は多ですだけさ そうですか <laughs> そんでね休憩時間はね休憩だからってお金が発生しないんですよ普通休憩時間なしですかね時給で働く場合はあ時給じゃないんだな日給ですかねあ日給だよな日給だよな、ね、でほらいざじゃそれに不満かっていうとやっぱりね俺は不満だけど他はそれでもいいっていう人もいれば無理ですよね、うん、まとまんないですよ、うん、だからそういうのをね取り締まりはいいんですよ国が 1>, <laughs> 1日15時間もね働かあの拘束しといてなんで、ね 2>, うん、2日分だろうみたいな話でしょ。ですよねそれはない2日分も払わないなんて<ー>ブラック企業でしょそれを言うとねなんか会社、うん、そういう批判をするやつあの嫌われるらしいんで<ー>もう俺全然平気日すら 行けますか?。大丈夫、まだ、あ、大丈夫です。立ってられなくない。<laughs> そう、ある場所に立ってなくなったら、終わりですよ。<laughs> でも、まあ、あの宝くじが当たった瞬間、次の日から行かないですから。まあ、それ当たったらね。<laughs> まあ、まあ、その前に宝くじが買えないですけどね。ああ、まあ、いまいや。どうぞ、大塚<や> <laughs> 先生。いや、いいですか?。気が済みましたか今日。 気が済みましたか気が済みましたよ本当 <laughs> 皆さんなんかいいあれお仕事あったらよろしくお願いします <laughs> こんな私でよかったそうやっぱりね我々はまあとにかく安田佐藤がプロレス会復,復帰ですよそれをもう電流爆破をまずお願いしたいとまずはいや無理 <laughs> <笑><笑>テストもないですよそれは、はい、テストもないんですよいや動けんのとか言われたら嫌じゃないですか、えー、だってほらあのー 立ってる立ってるなんてかなるじゃないですかまあ確かにねプロレスの場合は、うんうん、だから膝をつくのは怖いんだから <laughs> <laughs> 膝をつくの怖いって言ってんだからだからいいじゃないですか,か立っていない <laughs> 復帰しようかなそうだよ本当にみんなそれを待ってるよ本当に。 いやだってまずオファーが来ないじゃないですかこんな適当だから <laughs> ああのそういう<後>そういうお話があったら林先生のところまで、うん、まず <laughs> まずねあれこ <laughs> とか全部仕事持ってきた安田さ,さんやってもらうと思ってるんですよ何のかん情いるじゃないですかまあまあ一時ほら僕もまだいろいろプライドがありましたからね <laughs>、うん、もうないのねもうないどんな仕事でも受け付けますので安田さ,さんねどんな仕事というかプロレスに関してどんな仕事でも受け付けも私のとこもで行ってきてください皆さんお願いします本当に <laughs> やるでしょ本当にいや, <laughs> やってくれるやります<え>気が向いたら本当に少しトレーニングしといてくださいよ <laughs> それは無理でしょ練習が嫌いな男なんですから <laughs> 練習が嫌いだから引退したんですから俺 <laughs> まあでも言っていいですか練習はですね才能のないやつがやるんでああ出た <laughs> でしょ僕みたいな人間はちょこっとやればすぐ戻れるんでね出ましたよいそ,そういうことで <laughs> <laughs> バーッと長田雄二を怒らして別に全然問題ないん本当ですかいやいや本当にいつも楽しいお話ありがとうございましたそん,なそんな話です <laughs> 皆さんども <laughs> 先生の方に <laughs> プロレスじゃない仕事でお願いしますなんか儲け話、はい、<laughs> 警察に捕まらない だから安田さん本当さ、あのいろんな話が聞いてきてさ、来ても騙されないからいいよね。騙してもいい。騙されてるの?。最近騙されてます。本当?。だってカンボジア給与ゼロじゃないですか。あ、まあ、そういう、うん、そういうだね。そういうあれはあるけど、いや、だってほら。お金を出すということが、その、騙しても取るもないってこね騙しようはないですよそうやってがいいよね。だからっいう。それはいいですよ。本当に。羨ましいです。よありがとうございます。 こんなんでいいですか先生ちゃんと知らなのほら残暑にはっていうの言わないとダメだよ <もう S 1> 残暑にはなな,なんだっけ<何> <laughs> えー美味しいものを食べるあ、そうなの知らないですよね、うん、いやっさ、どんなに食べてるのいつも結構、贅沢してますよねそう、本当にパンをかじって歩いてる姿しか見たくないんだけどさえ先生 <laughs> それはまだあんまり働いない時。あ、そうか今そんなことしないね。ちゃんと。いやでいやでもあの携帯で使いすぎると。あ、そうだね。かなり節約してますよ。吉野家とかいいところ入って水球キュー牛丼食べて。はい。ですね。ですね。はい。いやでもいやあれですよあのあれになってからカップヌードル全然食ってないですよね。あ、病気してから。はい。 やっぱ、それは、そういう、あの、インスタント食品じゃない方がいい、え、気をつけてとかいいと、いいこと、いいことかもしれませんで。あれ、怖くね、<laughs> 先生、コンビニの弁当と牛丼だったら、どっちが悪いの。両方悪いの、で悪くはないんじゃない、別に。いや、あの、ほら、よく、<え>そういう。いや、特に。先生、栄養士じゃないから <laughs> <laughs> じゃ。栄養士さんに、ちゃんと聞いといてください、うん。分かった。<laughs> いや、でも俺はねあの入院したおかげであの野菜をなるべく食うようにしてるんですよあ、本当ですか金かかるんですよね野菜なんか最近高いですよね巻いてますからはい。ね、今日はありがとうございましたとんでもないですまた忘れた頃に来まし忘れた頃にねまた今度はどんな職業で来るでしょうか楽しみしますじゃあ本当ありがとうございました皆さんのねこの一週間またギらギラ笑って楽しくお過ごしくださいいただきたいと思います えまあ朝は冷え込んでくるかもしれませんどうぞ気をつけてお過ごしくださいそれでは皆さんありがとうございましたさようなら例えば疲れたら休めば楽になる 不がたまったなら「言葉に出せばいい」「見慣れた景色でも光が差し込めば違った場所になるよ」「明るく変わるだろうお医者様踊ろうよ